日本東北地方南東北山形県庄内地方山形県地域区分図大大村山地方青最上地方緑大玉地方紫庄内地方庄内地方の自治体1坂田市2鶴岡市3立川町4余目町5富士島町6羽黒町7串引町8三河町9旭村 10、厚見町、11、湯座町、12、八幡田町、13、松山町、14、平田町省内地方は、省内平野を中心とした山形県の日本海、沿岸地域である。鶴岡市と酒田市が二大都市として並立している。旧では国の沿岸南部に位置し、日本海と旭山地に挟まれた沿岸平の地域である。江戸時代には、省内藩の領地となっていたが、 この時代に灌え技術が向上したことにより、日本有数の稲作地帯となっている、庄内平野を取り囲む朝日山地では散々が自然障壁となっているため、最上側の周運による交流はあったが、山形県内陸部とは異なる地域圏を形成していた。山形県内陸部の水産物流通量のほとんどが、宮城県仙台市など太平洋側からの流通によって占められ、 将来産が約1割に止まっているなど、現在でも地域圏の違いが色濃く残る面がある。なお、1871年8月29日の廃藩地県当時は鶴岡県という独立した県であった。古くから日本海沿岸の各地のほか、機内との海運による交流があり、校舎は当地域に繁栄をもたらしたほか、では散々への拠点の一つとなっていたことから、参係者が 広域から集まっていた。陸路が発達した明治時代以後も、隣接する秋田県沿岸部や新潟県北部の下越地方との交流が深い地域であったが、現在では、山形県外では、宮城県や東京都との交流も深い。赤川最上側の最下流域や赤川の流域にあたり、省内平野を抱える。冬には、雪が多く、雪解け水を利用した稲作地帯として知られ、 省内米は、ブランド米ともなっている。また、年を通して、風が強いため、風力発電装置が設置されており、風力電源開発において有望視し,しているケースも、ある。交通に関する歴史は、交通使用参照古代には、出羽作や国府が置かれ、機内政権による出羽国支配の中心地域となった。平安時代には、大泉、湯座、串引きの三照園が置かれ、 最も栄えた大泉僧がこの地方の代名詞となった。大泉省内から、省内の呼び名が生まれ、16世紀頃に定着したと考えられている。戦国時代には、大宝寺氏、東前寺氏らがこの地方を治めたが、やがて、もがみと上杉氏の構想地となる。結局は、上杉氏の参加となるが、関ヶ原の戦い後は、もがみがこの地を接収した。江戸時代には、 庄内藩の領土となり、藩主堺氏が鶴岡に本拠地を構えて一帯を治め、豪商本間氏が坂田に本拠地を構えた。また、北前船の就航も多かった。1868年の母親戦争では、庄内藩は藍津藩と同盟して、明治政府と敵対したが、明治政府軍に敗れた。庄内藩と藍津藩を擁護するために結成された軍事同盟が、 奥越列藩同盟である。しかし、明治政府軍の薩摩藩が戦後処理で将内藩を寛大に取り扱ったため、合図藩とは対照的に将内藩は領土没収を免れた。1871年8月29日の廃藩地県では旧将内藩の領地を範囲とする坂田県が成立したが、坂田県、大泉県、坂田県と幾度も県名が変遷し、 1875年8月に鶴岡県に改名された。しかし、1876年8月21日には、盆地県である山形県や大玉県と合併され、これ以後は山形県となって、現在に至っている。坂田市をはじめとする悪見郡を悪見地区、旧鶴岡市をはじめとする東田川郡を田川地区と呼ぶことがある。 14市町村あった省内地方だが、2005年7月1日に、余目町と立川町が合併して、省内町が誕生。その後、同年10月1日には、鶴岡市ほか周辺5町が合併して、鶴岡市が、11月1日には、酒田市ほか周辺3町が合併して、酒田市が誕生し、省内地方は西3町になった。省内地方内には、酒田都市圏 および、鶴岡都市圏が認められる。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。都市圏の変遷、編集省内地方西参庁は、県の機関である、省内総合市長に管轄されている。以下に、都市雇用圏の変遷を示す、10%通勤圏に入っていない町村は、格闘経年の欄で灰色かつ、タイで示す。行政の取り組み、編集国道7号と、 植越本線が幹線として南北を貫いている。内陸側や太平洋側とは国道47号や陸西線によって新城や石巻と国道112号や山形自動車道によって山形と結ばれている。省内地方は日本海と旭山地に挟まれているため古くから内陸部よりも日本海沿岸の港町や機内との海運によるつながりが深かった。 鉄道が発達して海運が衰えた明治時代以後も、上津本線や国道7号で日本海沿岸の地域と結ばれており、特に隣接する新潟県下越地方と秋田県南西部との交流が深い。朝日山地を越えた内陸部へのルートとしては、東の山形へは峠道の国道112号で、新城へは陸西線、国道47号。 並びに最上側の周運で結ばれていた。1982年には上越新幹線が大宮駅新潟駅間で開業し、陸路では4時間以内に東京と結ばれるようになった。1991年には庄内空港が開設され、東京との直行便が就航したほか、かつては千歳や大阪などにも就航していた。高速道路については日本海沿岸の路線ではなく、 朝日山地を挟んだ山形市などを経由する山形自動車道の建設が先行した。東北地方の内陸部からの交通利便性が高まったことにより、同地方内の山形市や仙台市からの高速バスが開設されている。庄内地方の各バス停には合計200台分の駐車場が併設されており、パークライドも可能である。なお、日本海東北自動車道は、 2013年現在の時点では一部の区間のみ強用されている。中距離移動、編集鶴岡市や坂田市から、周辺中核都市への交通も坂田市からの距離及び、蒸気交通機関による所要時間長距離移動、編集坂田市と東京都との間の交通生活圏間流動、編集国土交通省の第5回全国感染旅客準流動調査の生活圏間流動において、 庄内地方を出発地、居住地とするものの目的地、旅行先は以下のようになっている。ただし、同調査では同じ都道府県内の生活圏へのデータがないため、それらを除く、高速道路主な国道道の駅だだちゃ、豆厚み株食文化では、同じ日本海沿岸で、隣同士である庄内地方と下越地方で共通するものが見られる。 庄内とカイツで共通する食文化としては、米、枝豆、菊花、茄子、酒、岩垣、口細が代表的である。テレビドラマ、編集映画、編集、藤沢周平作品、編集舞台である、宇那坂藩は、鶴岡市にあった庄内藩がモチーフとされる。その他、編集、ありがとうございます。